よし、今日も魔女の家サクッと攻略よ。魔女の家はもはや私の庭同然よ。ん、何かしら。されるなんて、だんだん視界が暗くなる。これではプレイできないわ。というとでも思ったか、バカどもが。私の青春と引き換えに手に入れた究極奥義、くらえ。イエンとはピエンとパオンの高等応用技。体の周囲を陰の裏を友達が引かない程度まで広げ、真の童貞はこれでゲーム内で描写がない魔女のパンティの位置を勝手に妄想できるという。恋人持ちの私のパーソナルスペースは半径4メートルで十分。行くぜ。皆さんこんにゃにゃちは、こうへいです。今回はですね、半径が4メートルだけの視界で魔女の家がクリアできるのかというような縛りプレイをやりたいと思います。皆さん編集画面で真っ黒な画面が見えると思うんですけど、これはですね編集で暗くしてます。でちょっと薄くしてこんな感じでやろうと思います。私には全く見えていない状態になってると思います。でも皆さんこう思ってないですか？お前編集でやってるだけで実際プレイするときはちゃんと見てるんだろって。それはどうかな。私はテフだから穴の開いた紙を召喚。バカが、そんな雑魚モンスターでは周りが透けてしまいモニター越しでは意味をなさん。その手は読んでいたぜ。なんだと。私はお台所からアルミホイルを召喚、さらに融合、いでよメタルオブトラッシュ。さらにディスクトップに守備表示。私はこのゴミの効果によりほとんどゲーム画面を見ることができなくなったぜ。さらに永続魔法付箋、こいつは画面に優しいぜ。さらに私はフリー画像サイトからホラーで検索、気持ち悪い画像を発見、ダウンロードするぜ。私はこのクッソ気持ち悪いピエロの画像をディスクトップに攻撃表示で召喚。私はこれでまともに画面を見ることができなくなったぜ。ずっと私のターン。画像編集ソフトによりこのクッソ気持ち悪いピエロは無限増殖を始める。私が胸クソ悪くなるまでこいつはエンドレスだぜ。さらに召喚、攻撃表示、クソキモピエロの宴。これでお前はまともにゲームをすることができる。まっすぐ前を向いて点だけ集中してるんだな、ゴミ野郎。ターンエンド。ということなんで私には全く見えてないんですね。だから4メートルと言ったけど周囲1マスくらいの間隔でやらなきゃいけないことになってます。でも私このゲーム大好きなんですよ。もうずーっとやり続けて、冒頭でも言ってあった通りプレイ時間で言うと多分150時間くらい超えてるんじゃないかなくらいってやってんで、スイスイ行くと思いますよ。でここで解説プレイはダメなんで、まあ口に出さないで言っていくんですけど、マチェットをゲットしていくと、持っていくとか持っていかないっていうのはギリギリ見えるか見えないかの感じなんだろうね。パンツ見えるか見えないかって、私見えないのが美徳だと思うんですよ。見えたらパンツじゃない。ここはどこだ、こっちに向かっていく感じか。私コントローラーでやってるんです。今までねマウスとキーボードでやってたんだけど、マウスは使わないんだけど、どこだここ。ちょっとカットカットカット。まあ死んだら終わりにしようかなと思ってますね。あ、上の方見えないのか。これで使うんじゃないかな。ちょ、わかんないな。ちょ、シャラクセ、これか。あれ、なにこれ。あ、タイムリープしてる。ここにスキップしたんだ。やった、得しちまった。私タイムリープした、時かけちゃったよ。これ楽勝じゃん絶対。あ、クマちゃんルートからスタート。あ、なんだなんだ。あー、手足ね、持っていくと、持っていきたいんだよね。ちょ、よくわかんねえな。持っていく、オッケーオッケーオッケー。でこれをあの人に渡すんだな。あ、ラッキーだな。なんかそういうバグがあったんですか。なんでここにリープしたんだろう、わけわかんねえ。まあ、いや、とりあえず、この手はね、あれ何に必要なのか、とぼけたいと思います。話しかけていって、話しかけて手を貸すんですね、これ。あら、そろそろ、あら、びっくり。ん？な、何？無言で。あ？何これ？あ、クリアかな？